はい、どうもありがとうございます。じゃあ私の方から、ありがとうございます。統一地方選挙の、政策を発表したいと思います。文書の通りでありますが、大軍拡ストップ、平和でも暮らしでも希望が持てる政治をということで、発表させていただきます。多くはですね、今度の統一地方選挙をやはり岸田自公政権に対する審判の場にしていきたいというのがまず第一章であります。とりわけ大軍拡を許さない、平和と憲法と暮らしを守っていくという選挙にしていきたいというのを、これ地方選挙ではありますが、やはりまさに日本の国の今後の戦争か平和か、このが問われる大きな歴史的な岐路の下で戦われる選挙ですから、この大争点を掲げて戦っていきたいと思います。これ最初に言い続けています。自治体との関係でも、例えば今度の敵基地攻撃能力を持つ兵器ですね、敵基地攻撃兵器、これは全国の自衛隊の基地に配備されることになります。それから例えばイージス艦が停泊する軍港、あるいは戦闘機が離発着する空港、こういうところも全部そういう敵基地攻撃兵器が置かれることになってきます。で、自衛隊がそういう状況になって、まさに日本列島はミサイル列島のような状況になる。そして一方で米軍は米軍で能力を拡大して、例えば海兵隊などもですね、新しい沿岸対応のものに改装するというような動きもあって、海兵隊は海兵隊で強化される、あるいはオスプレイはまだ日本の全土で飛び回るという、日米両国がですね、一体になって日本列島をミサイル列島にしていくという状況が進行する中で、自治体がこれにどういう対応を取るのかというのが問われてくると思うんですよ。で、おとといの質疑でも沖縄県の石垣島の市議会の、意見書も紹介しましたけれども、やはりその特に基地を抱えている自治体にとってはですね、まさに報復攻撃の標的にされかねないという事態にもなってきますから、これ地方自治体の選挙にとっても大きな争点になってくると思います。からもう一つの大きな柱は、物価高騰から暮らしと経済を立て直すということで、私どもの緊急提案、実効ある賃上げ政策、消費税 5% の緊急減税とインボイスの中止、社会保障と教育の負担軽減等々について、これは国政の政策でありますけれども、やはりこの物価高騰から暮らしを守るという点で、自治体の役割もそれぞれ問われてくる。今挙げたテーマというのは、自治体からもですね、さまざまな形で国に対して、意見書あるいは請願、これは採択されるという状況が広がっておりますので、これも争点に位置づけてやっていきたいと思います。この大軍拡と物価高騰から暮らしと営業を守るという、この2つの課題を、の審判の場にもしていきたいというのが第1章です。第2章はその上で自治体独自の政策でありますが、柱として重点政策を、10の柱で提起をしております。で、若干の説明をさせていただきますと、まず医療と福祉、これは非常に大きな争点になってきます。で、もともと住民の福祉を良くするというのは地方自治法に定められた自治体の本来の責務なわけですが、ここがおろそかにされて、逆に、国の悪い、福祉切り捨て政策の、こう下請け機関のような役割を自治体が果たせられるという状況になっております。例えば5ページの真ん中にある地域医療構想の名での急性期ベッドの削減、あるいは国保の都道府県化の名での国庫料の値上げ、これ国からそういう号令がかかって、それを忠実に実行する自治体でいいのかと、それとも国からそういう号令がかかっても
跳ね返してですね、急性期のベッドは充実させていく、公的医療はしっかり守っていく、あるいは国庫の値下げ、特に子どもの均等割れはなくしていく、こういう方向で頑張る自治体なのか、これが非常に大きく問われてまいります。それから2つ目の柱として、子どもの権利を尊重し、子育て支援を住民の願いに応えて抜本的に強化するという、この子育ての問題であります。これも非常に大きな争点になると思うんですが、私どもの一番の考えはですね、やはりこの問題での国民の一番の願いは、重すぎる教育費負担の抜本的な軽減にあると。それに応えた政治が求められる。ここにもありますように、学校給食の無償化、これは今ずっと全国で広がっております。急速に広がっております。これぜひ自治体の大きな流れにしていきたい。から子どもの医療費を18歳までの完全に無料化していくこと、それから高校の無償化、大学学費の無償化を目指し当面半額にすること、それから入学金をなくすこと、給付奨学金の抜本的拡充、それから0、2歳までの保育料の無償化ということによって、保育料も全面的に無償化すると、つまり0歳から、こう18歳までの、教育費の無償化、そして大学も、無償を目指してまず半額にということで、抜本的な教育費の無償という流れを強くしていきたい。それから子どもの医療費の問題があります。でこれは教育費とは別ですけれども、もう全国でずっとこの拡充が広がっておりますけれども、やっぱり18歳までの完全無料化ということをですね、太く掲げてやっていきたいと思います。児童手当の所得制限問題になっておりますが、これは、なくしていくのは当然で、18歳まで支給するという拡充が必要だというのが私どもの立場です。第3は開発の問題なんですが、これ大型開発から防災住民本位のまちづくりに転換するという大きな方向性を提起しております。とりわけカジノとリニアと、それから地方路線の切り捨て、こういうですね、本当の公共インフラ、守るべき公共インフラを、破壊して、で全く無用な、ね、ものを自治体に押し付けるというやり方は、抜本的に見直すことを私どもとして求めていきたいと思います。第4の柱はジェンダー平等を進める政治にということで、特に自治体との関係ではパートナーシップ条例の制定とても大事です。それから例えば性暴力の問題でも、東京都議会が、での日本共産党の議員団の、提案に即して、痴漢ゼロにの方向で、都が動き出すという動きも起こっております。性暴力をなくしていくこと、それから生理の貧困の問題をはじめ、リプロダクティブヘルス&ライツ、これもしっかり位置づけていくこと、とうとうですね、やはりこの生活に密着した、自治体が取り組むべき課題はジェンダーの問題にもたくさんあるということで、太い柱で位置づけております。5本目は原発でありますが、これはですね、立地自治体を中心に、当然ノーの声を今上げていくと。で原発回帰のああいう乱暴な方針、これがですね、一方的に押し付ける下で、自治体からノーの声を上げていくということを提起したいと思います。第6は気候危機打開の問題ですが、これはですね、自治体でいわゆる CO2 の削減計画を作ってきているわけなんですけれども、実行あるものにいかにしていくかということが、市民参加で必要になってくるということを重視して書いております。それから自治体独自の仕事としてはですね、この新築リフォーム、断熱化のための新築リフォームですね。でこれは大変大きな省エネ効果があるわけですね。で断熱によってもう冷房にしても暖房にしてもぐんと省エネが進むわけですね。ですからここに思い切った、自治体としても支援をするということも位置づけて求めていきたいと思います。それから特にソーラーシェアリングにしてもバイオマスにしても自治体地域から、エネルギーを作っていくと、それがですね雇用を作り町おこしにもつながるという動きになってますから、ここもですね自治体としてしっかり位置づける取り組みとして提案していきたいと思います。第7の柱は中小企業農林漁業の支援振興
今燃料原材料高騰に対する直接支援をはじめですね、本当に今支援をしなければ続けられないという事態が非常に深刻です。そうした緊急の支援も含めた提案を述べております。第8番目は地域から平和の声をと、これは冒頭述べたような敵地攻撃ミサイルの配備でふるさとを戦場にするなということをですね、訴えていきたい。第9の柱は統一教会と地方議員、市長の癒着を断ち切り被害者を救済すること。第10は住民の声が届く、議会行政の改革という10の柱で提起をしております。すでに自治体ごとに政策が発表されておりますけれども、今度の政策もぜひ活用していただいて、各自治体での我が党の取り組みをですね、うんと充実したものにしていきたいと考えております。で、最後の部分は日本共産党地方議員団の役割を3つの点で書いてあります。第1は住民の声で政治を動かし、暮らし福祉など住民の願いを実現するという役割。特に全国回っておりまして、ここにもありますように子どもの医療費助成、学校給食の無償化、補聴器の購入の助成等々の問題で、我が党の地方議員団が住民の皆さんの運動と結んでね、政治を動かすたくさんの仕事をやっております。ここら辺の役割はうんと広げていきたいと思います。それから国の悪政から住民を守る防波堤と、この役割を果たしているのも日本共産党議員団でありまして、特に先ほど述べた急性期ベッドの削減など医療の削減、国民健康保険の引き上げ、これ2つの悪政の押し付けに対してしっかり、防波堤として頑張っているのは日本共産党の議員団で、その役割も大いに提起していきたいと思います。で、3つ目は議会の民主的運営と行政のチェック機能を発揮すると。で、行政の防災をチェックとありますが、ここにもありますように原発とリニアとカジノ、この3つの暴走に対してですね、全国どこでもね、そういった間違った道はダメだということで頑張っているのも共産党の議員団ならではだと思います。そういう役割も大いに押し出して、必勝期したいと考えております。私の方から以上です。田村さんどうぞ。委員長からもお話があったとおりなんですけれども、すでに地方自治体で本当にさまざまな政策を掲げて取り組んでいます。共通する地方自治体の中での大きな政策として、今、10の柱ということで発表しているのと、冒頭あったとおりなんですが、本当に大軍拡を止めるには、国会の論戦と結んだ地方政治から声を上げていく。市民と一緒に声を上げていくということが本当に求められている局面になっていますので、そのことを大きく位置づけた政策として今日発表したところです。はい、以上です。あとはご質問があればお答えいたします。どうぞ。はい、どうぞ。 NHK 安島です。はい、結構ございます。ご紹介いただいたこの政策アピールで一番最初にやはり大軍拡といいますか、はい、憲法を守って平和も守るというところですけれども、国会での補正が始まりまして、新委員長も委員会で質疑に当たりましたけれども、その中の岸田さんとのやり取りの中で、やはりここが一番大事といいますか、押し出していかなくてはならないということで、ここに位置づけられているんでしょうか。あ、その通りです。やはりこれはもちろん国政の問題でありますけれども、統一地方選挙というのは全国的な選挙ですから、国民の皆さんがこの軍拡をこのまま進めていいのかと、敵地攻撃能力これを持つって方向でいいのかということについての審判を下す最初の機会になると思うんですよ。ですからぜひそういう機会としてもね、私たちは訴えていきたい。で、共産党躍進させていただいて軍拡を止めようと、で、軍拡を止めて、平和と憲法と暮らしを守っていく政治にしていこうということをですね、大いに訴える選挙にしていきたいと思っております。どうでしょうか。はい、共同通信の渡辺です。はい、改めてになりましたけれども、統一地方選のですね、目標とですね、あと空白となっている愛知県の選、これに対して、どのように戦っていくか教えてください。目標はですね、前半戦後半戦通じて現有議席を確保して、で、前進するというのが目標なんです。で、特に重視しているのは今おっしゃった県議空白、これをゼロにすると。
で今愛知県が空白なんですね。ですから必ずこの愛知で議席を奪還して、で新たな空白を作らないということによって県議空白をゼロにするというのは特に重視して取り組みたいと思っております。はい、関連で新たな空白作らないというお話で、大阪府議選はですね、まあ、定数削減になります。ちょっと今までの結果見てるとですね、厳しい結果も予想されるんですが、この大阪府議選の戦い方も教えてください。大変激しい選挙です。それでそれぞれ我が党が議席を持っている2つの選挙区、狙い撃ちにするように定数が削減されております。ですからこれはもうこの定数削減という共産党排除のシフトに負けないでね、必ず2つの議席を守ると。そして5つ立っております。ですから5つの議席候補者の全員の当選のために最後まで頑張るという立場で大阪府議選は臨んでおります。はい、どうぞ。はい、朝日新聞の坂川と言います。はい、ちょっと別の話題で恐縮なんですけれども、昨日の国会の衆議院予算委員会で岸田総理が同性婚の法制化に関連して、慎重に検討すべき課題であるということと、家族観や価値観や社会が変わってしまう課題だというふうに述べているんですけれども、この岸田首相の答弁について市議長の受け止めをお願いします。ちょっと私詳しく聞いたわけじゃないんですけども、まあ、同性婚の法制化って当たり前のことで、何を躊躇しているのかというふうに思いますね。同性婚というものの法制化が社会を変えてしまうという総理のこの発言の内容についてはいかがでしょうか。法制化することによって、同性婚を望まれている方の権利が保障されるわけですよね。そしてやはり多様な性的な思考あるいは性自認に関わる個人の尊厳を大事にする社会に変わっていくことになると思いますよ。そういう意味ではいい方向に社会が変わることになると思います。はい、どうぞ。時事通信社の中にです、予算の関連なんですけれども、はい、先日知事委員長が、はい、敵基地攻撃論について質問されましたけれども、はい、その中でまあ、繰り返し委員長が、ね、質問に答えてないというふうに述べられましたけど、うん、はい、総理の答弁姿勢についてどのようにお考えかお願いします。今日は赤旗に議事録全部出しております。まあ、議事録はすでに皆さんもお読みいただいていると思うんですけれども、議事録読み直してみますと本当に答えてないなと。で例えば冒頭に伊能重次郎、長官の59年の答弁、これを聞いたわけですよね。で他に手段がない場合に、限ると。で他に手段がある場合に、そういう敵基地攻撃の能力を持つことは憲法違反だとはっきり言ってるわけですよね。でしかしそれについて彼が言ったのは安全保障関係が変わっているというだけのこと で他に手段が全然ないということは一切証明できないわけですよ。ですからね、全体として聞いていることに答えずに、で長々とただ時間を潰すという非常に不誠実な答弁の繰り返しだったと思います。でともかくも自分なりの信念があって、自分なりの立場があって、それで私の論に正面からこうやって、反論して噛み合わせて、で自分の論の正しさを、明らかにしていこうというんじゃなくて、ひたすら論点をずらして、で聞かれたことに答えない で同じことを繰り返して時間を潰すということの繰り返しでしたね。これは一つの印象です。からもう一つの印象はですね、嘘を平気で言うと。でその嘘の最たるものはね、統合防空ミサイル防衛、これ日本独自のもんでアメリカに参加するんじゃありませんと、これ嘘ですよ。だって自分で日米共同宣言の中でそういう抑止反撃能力ですね、あるいは統合防空ミサイル防衛も含めた反撃能力について日米で共同で開発し運用するって合意してるわけですから。で日本には日本の
IAMD がある、アメリカにはアメリカの IAMD がある、全然別物だと言ったでしょ。全く嘘ですよ。ですからそういう嘘をね平気で言う。それからあの何て言いますか、日本は独自の指揮系統に従ってやる、これもねありえないことなんです。ですからね、これあの私もシームレスな融合を求めてるじゃないかということを米軍の文書 もかざしていったわけでありまして、それありえない嘘をね、まあ、平気で言うと。ですからね、正面から答えない不誠実さ、そして嘘を平気で言う不実さ、そういうのが、まあ、彼の答弁の特徴だったと思いますね。ですからそれとあと全体を通して見てですね、何と言いますか、こう非常に危険なことをやろうとしてるわけですよ今ね。で、私質疑で出したように敵地攻撃能力ちょっと取ったって極超音速兵器でしょ、主体になるのは。これをたくさん戻ったわけですよ。でそれをこう米軍と一緒に統合防空ミサイル防衛という形で融合していくと。で米軍の方は先制攻撃の戦略を持っていると、まあ、非常に危ないですよね。もう背筋が凍るような話なんです。こういう、ね、背筋が凍るような話をやりながらね、その怖さを、ね、分かってないと。自分つまり背筋が凍るような恐ろしいことをやろうとしながら恐ろしさを自覚してない、この総理の、ね、姿勢ってのは一番恐ろしいと思いましたね。ですからこれは引き続き私今日は新聞赤旗とも編集委員会の皆さんとも相談しまして、赤旗でどんどん張っていこうと、それから国会でも追撃戦をどんどんやります。でとことんこの問題は日本共産党として党の存在意義をかけて、そのいかに道理がないか、いかに危険なものか、この道は取るべきではない、やはり平和の力、平和を準備する外交こそ必要だという対案を掲げて大いに頑張りたいと思っているところです。はい、どうぞ。話題変わりまして、少子化対策についてなんですけれども、今国会での議論などでも出てきてますけれども、子どもなどなど扶養家族が多いほど税負担が軽減される、いわゆる N分N乗方式、これの導入を求める声というのが出ていますが、共産党としてこの N 分 N 乗方式についてどのようなお考えがあるか伺ってください。うん、N 分 N 乗ってのは今の税体系のあり方かなり根本から変えるわけですよね。で私たちとしてはですね、いろいろな検討すべき問題点があると考えております。ですからこれはよく検討していきたいと思っております。ただね、今子ども支援の政策、少子化対策で一番大事なのはね、そこじゃないと。先ほども言ったように重すぎる教育負担の抜本的な軽減、ここにあると考えております。で実際この問題ももしやろうとしたらうんと時間もかかりますよね。ですからこれはこれで検討していきますけどね、今本当に緊急に求められているのは子どもさんの学校の給食費が重すぎる、大学の学費が重すぎる、こういう重すぎる教育負担ですよね。ですからそれを抜本的に軽減していくっていうことがこの問題の一番の問題だと考えております。はい、この N 乗 N 分 N 乗方式の問題点があるという、その問題意識というのは、具体的にこの方式のどのあたりに持ってらっしゃるか。いろいろあります、いろいろあります。いろんな角度がありますよね。だから、そういう、まあ、一つの問題点として、一つだけ言いますと、所得の少ない方、税を払ってない方には、これは恩恵来ないわけですよね。という問題はあります。それから女性が、こう働く上でプラスになるのかという点での疑問点も提起されている。だからいろんな問題点がある。ですからこれはよく検討するべき問題だと思っております。どうでしょうか。はい、どうぞ。共産党の衆議院は2500人もいて、維新の多分は一定の倍ですね。はい、これで、まあ、草の根でこの4年間を振り返って、やっぱり一番何か当てはくここに書いてあるその子どもの医療費の無料化、それからやっぱり学校給食の無料化、これはやっぱり大きいですね。一番大きいですか。大きいです。やっぱり
やっぱりいろんな問題ありますけどね、実際に政治を動かしているという点では、これはもうずっともう我々もう半世紀にわたってやってきたんですけども、子どもさんの医療費 の無料化、最初は乳幼児から始まってだんだんこう上がってきて、でこれをかなりの今自治体では高3まで従事しているところも少なくない、そう引き上げてくる取り組みは日本共産党の地方議員団がずっと一貫してやってきて、それではっきり言って自民党公明党などは妨害をずっと続けてきた、で最後妨害しきれなくなると最後は、賛成して実現するというようなやり方で、我が党がずっと草の根の運動と一体になって子どもの医療費をずっと拡充してきたというのは大きな実績と言えると思っております。それから今大きな焦点になっているのは給食費なんですよ。で給食費というのはご承知のように憲法26条で、義務教育はこれを無償とすると書いてあるんですね。で実は50年代の初頭に我が党の岩間正夫議員の質問に答えて、で当時の文部省がですね、できる限り無償化を広げていきたいという答弁してるの。それで授業料だけじゃなくて教科書も無償にする、で給食費も無償にするということも具体的に言ってるんですよね。この50年代の最初なんです。ですから憲法の精神から言ったらもうとっくに無償化してなきゃならない問題だった。ただこの間ですね、やはりこれがあまりに重すぎるという声がずっと広がる中で、全国かなりの自治体で、無償化に踏み出してきつつあります。急速に今広がってる。ですからこれは全自治体で今私たち給食費は無償にということで今取り組んでおりますが、これも私たちがかなり動かしてきた取り組みというふうに言っていいのではないかなと思っております。それから補聴器が書いてありますよ。補聴器もやはり今高いですよね。何十万もする。これに対する補助助成についても一定の広がりを作ってきたなと思っております。ですからこの、暮らしを守るという点での役割は私は抜群のものがあると考えております。それからもう一つですね、この急性期のベッドの削減をやめさせると、これもですねまだ国はその地域医療構想をやめると言ってませんけども、自治体によってはかなり止めているところもあるんですよ。ですからそれはこう攻防ですね。から国公領もそうです。国公領も全体はこの国庫の都道府県化で値上げしていく方向なんだけども、これも攻防戦になってる。ただ国庫についてはですね、国の制度として、就学前まで均等割り半分にしたんですよね。でこれは我が党もかなり頑張って全国の自治体からも声が上がって、子どもの均等割りって特にひどいですから就学前までは半分になったと。ただ小学校に入ると満額ですから、ですから小学校1年生になると逆に負担が増えちゃうっていうね問題があって、ですからこの子どもの均等割りをなくしていくっていうこともね大きな課題ですが、これも今、攻防戦になってるっていう感じじゃないかと思います。から暴走チェックっていう点ではですね、やっぱりカジノの問題、今最後に残ってるのは大阪なんですよ。で全国あちこちでカジノの誘致は止めてきたということは言えると思います。横浜でもそうです。ですからやっぱり最後に残った大阪でねこれ止めていくっていうのが非常に大きな課題になろうかと思うんです。ですからこの3つの柱それぞれで2500人の我が地方議員団が本当に大活躍して命や暮らしや、経営を守って頑張っているという姿はねぜひ広げていきたいと思っているところです。はい、どうぞ。すみません、別件で恐縮なんですけども、はい、先ほど与野党の国会対策委員長がですね会談しまして、選挙制度改革について、協議会を設置するという方向になりました。でこれからあるべきその選挙制度の改革、選挙制度について議論が進められていくことになるかと思いますけれども、改めて共産党さんが考えるですね選挙制度のあるべき方向性というものについて委員長からお話しさせていただきます。あるべき方向性ということで言えば小選挙区制なくすことです。小選挙区制というのはもうまさに民意を
大政党有利に歪めてしまうと、で少数の意見を切り捨てるとというか多数の意見を実際は切り捨てるという制度でありまして、でこれはもう導入してもう30年近くになりますけれども、百害あって一利ないことが分かってきたと、政治の劣化にもつながっていると思います。で特に金と公認権を持つことで、なんて言いますか、この自民党について言えばですね、もう絶対支配のもとに置くという点で政治の劣化にもつながってきていると思います。私は中選挙区の時代に最初当選しましたけど、その当時に比べて、まあ、明らかに国会がですね、活力を失っている。これはもう小選挙区制のまさに弊害が出ていると思います。私たちとしてはもう小選挙区制をなくす、比例代表中心の制度に、大改革する、から政党助成金制度もなくすというのが私たちの根本的な方向性です。よろしいでしょうか。ありがとうございました。どうも、はい、ありがとうございました。